メゾンカレ、ローマ帝国のハントの中でも特に保存状態が良い古代の神殿の一つである。寺院、または神殿とは宗教や精神的な儀式や祈祷や生贄などの活動のための瀬祭施設。典型的には教会、モスク、シナゴーグなどのより具体的な用語が英語では一般的に使われていないすべての信仰に属する建物に使われる。 これらは古代エジプトの宗教などにの古典的なものに限らず、キリスト教、イスラーム、ジャイナ教など、現代的な宗教のことも含まれる。紀元前499年に建てられたドーリア式の古代イギリシア神殿、ヘイパイストス神殿。寺院や神殿と呼ばれる建物の形状や機能はかなり大きく分かれるが、信者によってはいろいろな意味で、 一つ以上の神の家と信じられている。多くの場合、寺院における、奉納物、備え物は、その寺院で祀られている神、または、儀式のために存在し、かつ、聖職者がそれらを制定し、寺院を運営している場合が多い。必ずしも皆の者がその寺院内のすべての敷地に入れるわけがなく、本館の一部、または全部に、聖職者のみが入場できる場合もある。 また、寺院や神殿はあえて、メインの建物以外の他の建物が、軽々と入り込めるぐらいの大きめの構造にしてある、場合が多い。6世紀に建てられた、シ芝の寺院である、コンスワラン寺院。アークシャルダーム寺院を意味する英語、テンプルは、古代ローマが起源となっている。かつてその地では、被災や、アウグルなどがその地を支配していた、神聖な区域だったことがきっかけである。 それは、テンプレートという英単語と同じ由来であり、それは、かつて、アウグルによって建造物を準備する意味を持っていた。その少し後、神の住処を示す、テンプラという言葉が作られた。いずれも、古代ローマの宗教に由来した言葉だが、今日では、様々な神に対する崇拝のための建造物を意味するようになった。アンコールワットは、世界で最も大きなヒンドゥー教の寺院。 ヒンドゥー教の寺院や神殿は、アライアム、マンディア、マンジラ、アンアレム、グジ、コベ、クイル、コビル、デイル、ラウル、デボシュタナ、ディーガル、デバマンジラや及びデボラヤなど、地域などによって違った名で知られている。青銅器時代や後に続いたインダス文明のように、聖なる土地を経由して、進化していったという証拠が、残っている。仏教の寺院である。 ワット・シーラッタ・ナーサー・サダー・ラーム仏教の寺院は地域によってはパゴダ、ワット、ストゥーパなど様々な名前で呼ばれている。仏教の寺院は仏家の純粋な土地、または純粋な環境を表している。伝統的な仏教寺院は内外の平和を刺激するように設計されている。ジャイナ教の寺院であるラナックプール寺院ジ,ジャイナ教の寺院はジャイナ教徒においての崇拝の場であり、 デザインなどがかなり幅広い。例えば、北、インドにあるジャイナ教寺院は、南、西インドのジャイナ教寺院とは、かなりデザインが異なる。メソポタミアの寺院である、エテメン・ニグルメソポタミアの寺院は、いずれも古代メソポタミアの宗教から派生し、できたものである。それは、大きく、シュメール、アッカド、アッシリア、バビロニア呼ばれる地域から派生した。 メソポタミアの寺院における最も一般的な構造は、ジックラトと呼ばれる神殿や寺院などが建っている平坦な上部テラスを備えた階段ピラミッドの形をしたレンガを使ったものである。ルクソール神殿、デンデラ神殿複合体古代エジプトの寺院、神殿は神々が地上に住む場所として意味されていた。実際に、 エジプト人が最も一般的に使用しているのは神殿の建造物を記述するために使用された用語で神の邸宅を意味している。神殿が神殿に存在することで人間と神の領域が結びついて神から儀式を通して信じられていた。これらの儀式はそれが信じられ神を支え、それが自然の中でその適切な役割を果たし続けることを許した。 したがってそれは、マート、つまりエジプトの宗教における自然と人間社会の理想的な秩序を維持することの鍵になる部分であった。マートを維持することがエジプトの宗教のすべての目的であった。したがってそれは、神殿の目的でもあった。古代エジプトの神殿は、エジプトの社会にとって経済的な意義もあった。神殿には穀物を貯蔵し再配分した、そして国の 農耕地の大きな部分を所有するに至った。アテナイのアクロポリス内のパルテノン神殿橋、我々は古代ギリシアの宗教的建造物を神殿などと呼んでいるが、古代の異教徒はテメノスなどと呼んでいた。また、付近の神聖な林は犠牲がされた空の祭壇が含まれていたため、建物自体よりも重要だった。とのうちにカルト像を収めたその建物はもともとは、 かなり単純な構造であったが、紀元六世紀なばまでにますます複雑になってきた。ギリシアの寺院の建築様式は古代の建築様式の伝統に深い影響をも及ぼした。諸寺院の立地と場所を決定する儀式は一人のアウグルにより鳥たちの飛翔やその他の自然現象の観察を通じて執り行われた。ローマ人は異教徒における崇拝の場を ファナムと呼んでいた。いくつかのケースでは、それは、聖なる森、他の部分では、神殿のことに言及していた。かつて中世のラテンの作からもそれらを表す、単語として、テンプルームという言葉を使っていた。場合によっては、それが、神社や神殿、寺院かなどを判断するのは難しかった。ペーガニズムの神殿である、ガーニ神殿また、かつて、 ゲルマン人におけるベーガニズムの宗教的建造物に関しては、コノルド語の、ホーフという言葉がしばしば使われていた。ゾロアスター教の寺院、神殿は、ダーブ、イーメアや、アタシコデイというような名称でも呼ばれる。ゾロアスター教の中心地である、ヤズドウチのゾロアスター教寺院ゾロアスター教は、ハイカ教とも呼ばれており、ゾロアスター教における、火の寺院というものは、 ゾロアスター教信者にとって崇拝の場となっている。特に儀式などの際に必ずと言っていいほど火をつけるのが彼らの主な特徴であり。彼らにとって火というものは水というものと同じくらい儀式の純粋さを代理するものである。儀式の際に白い灰は基本とみなされている。祝教の寺院である。 ハリマンディル・サーヒブ・シーク教の寺院、神殿は、グルドワラとも呼ばれており、それは、文字通り、グルの出入り口という意味合いである。またそれの本質的な要素を成してはるものをグルと、シーク教の聖天グル・ムランとサーヒブの存在である。グルドワラと呼ばれる建物は、普通、あらゆる側面から出入り口があり、何の区別もなく建物全体が開放されている。中に入ると、 グルグランとサーヒブが好きに読め、また、いくらかの食べ物が配られる場所がある。また、グルドワラ内には、図書館や、託児所、さらには教室まである。そして、グルドワラの頂上には、シーク教のシンボルが描かれた旗がかかっており、遠くからでも、それが、シーク教の寺院、神殿だということがわかるようになっている。エルサレムにある、イスラエル博物館では、 ヘロで神殿のレプリカが展示されているユダヤ教においては古代のヘブライ語の文献の中で寺院ではなく聖域や宮殿、館などに言及しているエルサレムうちの神殿の丘と呼ばれる地域は第一神殿と第二神殿が建てられたところである神殿の丘の頂上には岩のドームと呼ばれるイスラームにおける第三の聖地と呼ばれている建物があるかつてあった ユダヤ国立図書館の設計図、クリスチャンジー・ホーフ・マンサク・ユダヤ教の宗教施設を意味するシナゴーグというギリシア語の言葉はヘレニズム時代に使われていたユダヤ人の礼拝の場所を示す言葉に由来する。その他にもイディッシュ語のシュルという言葉や同じヘブライ語でも言い方が異なるバイトクネセットという言葉もかつて頻繁に用いられていた。18世紀頃になると 西欧、中央諸国のユダヤ人は、ユダヤ関係の宗教施設も含め、フランス経由で伝わった、テンプルという言葉でそれらを意味するようになった。この言葉は改革派と深く結びついていた。旧聖書ハリストス大聖堂寺院、神殿を示す、テンプルという英単語は、しばしば、東方教会関係の建物を指すが、その中でも、もっぱら聖教会の建物を指す。また、 その英単語は、キリスト関係の建造物と、それ以外の宗教的建造物を区別するためにも、できた。ロシア語などのスラブ派の言語においては、境界を示す言葉は、ドセカウフである。この場合の、チャーチとテンプルは、交換可能であるが、チャーチという語の方が、圧倒的に一般的である。テンプルという語もより大きなチャーチが、一般的に使われている。聖教における、 寺院、神殿、聖堂と呼ばれるもので、有名なものを取り上げると、アヤソフィアや、聖、ワシリー大聖堂などが挙げられる。サクレクール寺院、テンプルという言葉は、慣例上、西方教会関連の建造物に対しては、滅多に使われていなかった。東西教会関連の建造物を示す語としては、ティムポールという言葉を主に使っていた。今日において、 西方教会関連の建造物を示す言葉としては、バッシリカや大聖堂、教会などといったものを使っている。しかしながら、カトリック教会の建造物であっても、崇拝の場ということを強調するため、テンプルという言葉をあえて用いる場合もある。例えば、スペインのサクラダ・ファミリアや、フランスのサクレクール寺院などがそうである。啓蒙時代になってくると、フランスや、 他のプロテスタントの人々は、カトリック教会などをうまく区別するため、テンプルという言葉を使い始めた。他にも、福音主義や他の宗派のクリスチャン関連の建造物においては、数え切れないほどの専門用語を区別するために、その言葉を用いている。カートランド神殿1832年、末日生徒イエス・キリスト教会の創始者であるジョセフ・スミスは、 神からの啓示を受け取った。オハイオ州にあるカートランド神殿は、末日聖徒、イエス・キリスト教会関連の初の神殿である。末日聖徒における聖典モルモン書においては、ネーファイトと呼ばれるモルモン教の寺院、神殿に言及している。末日聖徒、イエス・キリスト教会末日聖徒、イエス・キリスト教会の神殿末日聖徒、イエス・キリスト教会における寺院。 神殿は、つまるところ、末日聖徒とモルモン教の宗教施設を多用している。世界的には、約155件の寺院、神殿が存在する。末日聖徒の者のは、神聖な制約を結び、儀式をしばしば行うということを、あらかじめ契約されている。また、彼らにとって、末日聖徒、イエス・キリスト教会の礼拝書というものは、チャペルなどとは、微妙に異なる。寺院、 神殿は厳粛な神聖さのもとに建設、手入れされており、汚されてはならない。したがって、教会会員や、無欠席を含む厳密な規則が入会の際に適用されている。建築ごと寺院が捧げられる前の公開中、寺院はツアーのため、大衆のために開放されている。その他の末日性と関連の宗派教、ジョセフ・スミスらによって行われた、末日性と運動から、 様々な宗派が派生している。フリーメイソンのロッジフリーメイソンは、会員の者同士で、刑事上学的な友愛を分かち合うことを目的に、18世紀に発足した秘密結社である。会員の者は、普通、ロッジと呼ばれる特殊な施設で会議などが行われる。ロッジは、会員の者にとって、フリーメイソンにおける神殿と同等の扱いをなされている。ロッジは、 フリーメイソンホールなどとも呼ばれている。ありがとうございます。